92年からイギリスじゃないですか。ああ行ってる最中にインターネットができたんで。ああ、なるほど。そうなんですよ。だから向こうでガイナックスのホームページとかを見るとです、ブログを見るとですね、日本語がまだフォント入ってないから、うん、書道家っていうページを経由してみて、一個一個の日本語がなんか字符に なってこう表示されるのをこうね、一回レンダリングしたら30分ぐらいね、学校の図書室をこう占有しながらずっと1ページずつ見たりとかね。じゃあよろしいですか。どうぞ。はい、はい、今日はお集まりいただき皆様ありがとうございます本日司会進行を担当させていただきます作家編集者のバーバラ飛鳥でございます。よろしくお願いいたします。はい、本日はですね、本日のテーマは、アニメのこれからを考えようということで、このお二方に、対談をお願いいたしました。経歴の方はどうしましょう。私の方から、はいはい、ですね、私の隣がですね、まあオタク、アニメオタクの方なら、まあ、皆さんご存知の、武田康博様でございます。今はガイナックス京都、ガイナックスウエストの代表をしていらっしゃいまして、はい、アニメプロデューサーを、していらっしゃいます。奥の、辻田幸博先生はですね、私実はあの辻田先生 あの経歴今回初めて詳しく知ったんですけれども、アニメーターということで。アニメーターですね。はい、あですね、あのマイクを聞こえない、はい、あのごくごく近づけて、はい、ここら辺あもうですかしら。もう食べるぐらいの感じかぶるぐらいで、これぐらいで話した方がいい。あ、わかりました。はい、長くイギリスのロンドンの方でアニメをやってらしたということでよろしいでしょうか。そうですね、まあ、あの向こうで仕事っていうよりももうほぼほぼ大体も学生だったんで、はい、12年いましたけど、はい、大学も大学院も向こうで、で僕の場合はあれですね、あの日本にいた頃はアニメっていうとなんか食えないのかなっていうところから始まってたんですけど、まあ、イラストレーションから始めて動くイラストレーションでアニメーションに関わり出したって感じですね。だから作品作る側でした向こうでは。はい、今回の対談の経緯をちょっと、まあ、説明いたしますとですね、私と武田さんの方でですね、最近のアニメの何でしょう状況というのがいろいろ何でしょう激動の時にあるから、ぜひ誰かと対談したいと、つきましては今まで対談したことがないような新鮮な方をお願いしたいということで、いろいろ私と武田さんで、相談いたしまして、じゃあぜひ今まで今日初対面なんですよね。そうです、武田、はい、さんと辻田さんは、なので非常に新鮮なお話をしていただけると思いまして、皆さんぜひご期待くださいませ。ということで私の仕事はこのくらいで、はい、じゃあ、どうしましょう。最初はアニメの現状について軽くお話ししてから将来の話になりたいですか。そうですね、そんな感じで、はい、そんな感じですね。日本に帰ってきて何年？日本はね、4年目、今3年過ぎて4年目ぐらいですね。ああ、なるほどね。じゃあまあ割と直近のことはご存知。そうですね、はい、もうインターネットがあるので一応。ああ、そうか、インターネットですよね。そうなんですよ。その辻田さんは割と最近のアニメとかテレビアニメ、うん、劇団アニメって結構見てます？映画館のやつは見ますね、はい、テレビ、まあ、テレビはあんまり、でもネットで日本のテレビアニメを見るんで、うん、昔みたいな毎週やってるものを毎週待つっていうよりはまとめて見るっていうのはよくあります。それもありますね。僕も最近テレビアニメはだいたいアマゾンプライムとかあの辺のやつでまとめてごそっと見ます、ね、あとなんかダメなところとかいろんなところを使いながら、うん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 、そうですね、まあ現状っていう意味でいくと、まあ皆さんもご存知のように今テレビアニメがまずすごく多いと、うん、ちょっとこの前もデータ調べたら、いわゆるテレビでやっているアニメ、それはまあいわゆる毎週やってるとか深夜とか子ども向けとか全部含めていくと今年間で210本以上、200本ぐらいですね、200作品かな、200作品ぐらい流れてるんですよ。でいわゆるその深夜系とかその夕方やってるような、まあ
いわゆるところの、まあ、マニア向けオタク向けみたいなやつとか、一般的にはその例えばドラえもんとか、うん、そういういわゆる商業アニメと言われるものだけども、まあ、100作品超えてる。で、まあ、それ以外だと NHK の、まあ、でやってる子ども向け、本当に幼児向けのやつとか、そういうのを含めると今も200作品超えてる状態なんですよね。で、まあぶっちゃけもうずいぶん前に、もう何年ぐらい前かな、10年以上前に、テレビアニメがまだ50本いかなかった時、はいはい、年間50作品いかなかった時に、何作品だったかな、40作品ぐらいの時にみんなで話してたことがあって、うん、その時に、まあもうこの本数が限界だろうと、大体、みんな他のアニメーターのことがみんなと話してたのは、とにかく年間40作品から50作品ぐらいがもう限界だから、うん、それ以上作れないだろうと言ってたら、みるみる50作品超えて、60作品超えて、今も100作品超えてるわけですね、いわゆるその手の商業アニメは。で、できちゃうんだなと、うん、で、できちゃうよ、どうするよと。結局その時はまあ韓国とか、まあ、あんま最近あんまり台湾はしてないんだけど、当時は韓国台湾が下請けスタジオが多くて、まあ、今韓国もずっとやってますよね。何年か前から、まあ、10年ちょっとぐらい前から中国がどんどん量産してて、で中国の量産がすごいんですよね。例えば今入れるじゃないですか、はい、今入れたら最速でそうですね、今大体今2時ぐらいでしょ、はい、うん、今日中に上がってくるんですよ1話。ほう、作画が。ほう、っていうのはどれぐらいなんでかっていうと、大体151つのスタジオですよ、1つのスタジオに150人ぐらいアニメーターいるんですよ、それが3交代で24時間稼働してるんですよ、うん、で真っ黒ですね。そう、すごいんですよ、もう24時間稼働してて150人があって、で僕この前聞いたら1つのスタジオに1500人いるアニメーターがっていう、でそれが3交代だったら1ユニットが500人なんです、500人もアニメーターいたら3日で劇場映画できんじゃねえかっていうもうそれぐらいすごい量産効果なんですね。頭脳労働だけで済むみたいな感じですね、こっち、うん、ただ面白いのは、やっぱり下手なんですよ、うん、ほとんど。そうですね、うん、であまりにも下手すぎるんでと思ったら、さすがにアニメの教育を受けた人がそんなにバカバカいるわけじゃなくて、うん、パートのおばちゃんがアニメの絵を描いてるらしい、うんうん、つまり、うん、この前まで別のパートで例えば食品工場でなんか鶏肉詰めてましたみたいなおばちゃんが、うん、こっちの方が効率ええからって言ってアニメとやるわけですよ、うん、絵心もクソもあったもんじゃないですよ。まあそうですよね、で、まあ、そういう状況なんです、まあ、もちろん中国はさすがに日本の人口10倍ですから、うん、もちろん上手い人もやっぱそれなりにはいるわけですよね。アニメの大学とかもすごくあるし、うん、今中国はもういろんなとこ行ってもアニメとか漫画だけ教えてる大学っていうのは100以上あるらしいんです。ああそうですよね、うん、でそれはまだボコボコできてるんですよ、うんうん、まあ、映画館の数も日本の10倍とか20倍とかありますから、うん、ありますね、うん、もう IMAX とかも普通にありますからね。普通ですよ、ね、うん、だって月になんか50巻とか100巻レベルで増えてるって言いますからね。あ、一番ピークの時は、うん、そういう状況ですね、うん、で、まあ、その、まあ、最初の話に戻ると、そのまあ、日本のアニメの現状でいくと、うん、まずテレビアニメが、まあ、去年はね、いくつかの作品が間に合わないからといって、ね、落ちたやつもあったりとか、放送延期になったやつもあったり、なんかいろいろありますね、普通の連続ものが落ちたりとか、うん、先日も短いやつを謝罪してるやつとか、そう、ああまあね、ありましたね。あれはもうほとんどなんかもう一つの芸みたいなもんですよね。あれは昨日もなんかそんな話してたんですけどね、あそこでもともと働いてた人と昨日飲んでて、うんうん、師匠の作品だから、まあ、一応、まあ、途中まで見て、まあ、心折れてなんか途中までしか見てないらしいんですけどあれもどうのこうのでみたいな、いやでもやっぱりでテレビ局がやってるからテレビ局が叩かれたらいいのに、あの人が叩かれてかわいそうだって、いやでもテレビで謝罪してたのあの人だから叩かれるのあの人だよねみたいな話とかまあまあそんな話だったんですけど、まあ、あれはね、まあ、ぶっちゃけ村上さんのとこですけど、うん、まあ、あれはちょっと特殊な例だと思うんですよ。だいぶ当初、うん、だってあれ自主制作ですから、ね、うん、あれスポンサーも村上さんなんですよね。そうらしいですよ、ね、だから結局自主制作で、だからテレビ局怒られるのも困るわけですよね、うんうん、枠買って自分のところで流してるわけだから、そうですね、スポンサーがこれをやりたいって言ってるんですからね、そう、うん、だからスポンサーからのお詫びでもあったわけですよねスポンサーが炎上してた、うん、そうまあそのまあ、だからあれは自主制作なんで、ちょっと若干そのいわゆるところの将棋アニメとはまたちょっと違うと、だいぶ違いますね、うん、
な、ただでもそんだけ増えて、はい、で劇場映画は劇場映画で、まあ、今でもまだ公開中ではあるけど、やっぱりそのすごいエポックな作品が出た年でもあるじゃないですか、だからなんだろう、去年その2016年っていうのは、うん、その今の現状でいくとある種今の商業アニメのピークの年ではないかというふうにやっぱ考えるんですよ。そう思ってる人多いはずなんです、うん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 、だからそのピークだとすれば、当然ピークがあればあとは下がりますから。そうですよね、うん、ただなんか下がるから下るからといって、そのなんていうかな、マイナスになっていくかどうかはまた別なんですよね。つまりピークっていうことはいろんな意味のピークじゃないですか、うん、まあ、要はむちゃくちゃになってる状態がのピークとも言えるので、うんうん、こう正常化していくという考え方もあるわけですよね、うんうん、だそういう部分っていうのを含めたところがそのまあ、今の現状ではないか、うん、つまりいわゆるなんていうのごちゃごちゃになっちゃった、うん、わけわかんなくなっちゃった、でもその中ではすごい大ヒット作も生まれた、うん、っていうことも含めると、なんだろう、その本当にある種のカオスの頂点、うんうん、だこのカオスがどう落ち着いていくの、沈静化していくのかっていう部分も含めたところが今の現状なのかなというふうに思うんですけど、どう思います？そうですね、まあ今一番やっぱアニメでみんなさっきの映画館で見てっていうと、まあどうしてもほら君の名はが出てきて、この世界の片隅が出てきてって感じになりますよね。片方がすごいお金を儲けて、片方はまあ海外でこれから出ていってすごいやっぱ評価されて何十年も残るものになるんでしょうけど、でこれの前っていうと、まあ武田さんたちは僕が10代とかその10代20代の頃にやってたものの、を見てた人たちがリメイクしているもの、例えば、うんうん、宇宙戦艦ヤマトの、うんうんね、次またさらばとかありますけど、はいはいはい、ああいうものをだから僕たちの考え、思っていた、完璧な作品っていう感じで今焼き直しで、まあ、ずっといろんなもんロボットとか出てたんですけど、うん、そういうものをやって、まあ、今の子たちある意味置いてきぼりにしてるか今のスタイルしてるだけやったんが、もう一回、まあ、作品としてアニメーションとかアニメっていうスタイルを使って、ある意味だから僕らが見たなんか昭和っていうところもあるんですけど、多分日本的な部分として作品がやっとまた単独で出てきて、うん、で何々系、君の名は系とか、うんうん、でこの世界の片隅に経営はちょっとハードルが高すぎるんですけど、うんうん、でもあそこを通して今まではアニメのスタイルっていうので、うん、ね、京都ですか、京アニがあったりとか、うんうんうん、そういうので言ってたのが、あの作品を見て思ったシンパシーとかそういうところが思ったものをやっぱアニメで見たからアニメに作ろうという人たちが、うんうん、まあ、何年かかけて何かすごい小作になっていくと思うんですけど、ある程度出ていったらある意味なんか漫画の同人誌みたいな感じに広がるんだろうなとは思います。そこから先のリディレクションはあれですよね、だからネットの中に行ってしまうと何でもやっぱカオスになってしまうって面白くないんで、でもテレビ局が昔みたいに中心になってみんながこう出てるものはこれが今メインストリームだよっていうのはテレビでもなくなったから、じゃあどこになるのかなっていうのが今見えないのが気になってる感じですかね、うん、そうですね、うん、まあ、そういう意味でいくとそういう状況でもやっぱカオスな状況なんだろうなと思いますよね。なんか、うん、もうどこが中心なのかっていうのが、まあ学校で教えてる人たちがまあまあみんなぶつかるのか、例えば絵を教えてて漫画とかアニメとかだったら学生たちが一番こうチェックしてるのがピクシブだったりとかして、うんうんうん、でもピクシブで学生が気にしてるやつっていうのは基本的にお金全く儲けてない作品で、うんうん、ただ、共感してる人たちが一番多い人っていう意味で彼らがいて、でそういう人になりたい、自分が好きな、絵を好きっていう人たちに褒められたいっていうところの頂点にいるところを目指してて、うんうんうん、目指すのはまあいいけど、うん、でどうすんのみたいなところはよくありますね。僕らやっぱり作るときに、例えば僕なんかアニメーション作りますけど、アニメ話ってやっぱあんまり普段しなくて、僕はアニメーションの側から関わるだけで、周りの人たちはだから全然違うことをやってるけど、まあ社会真ん中において、まあだから京都だ、京都の文化だったりとかインダストリーがあったりとか、そういう人たちと
向こうはテクノロジーから話をして、それに対してビジュアルとか UX ですよね、ユーザーエクスペリメンスとかでどういう体験できるのかというので、アニメーションとかあとインタラクティブなもので体験するための仕組みっていう部分で関わって、で体験させるものはアニメを体験させるんじゃなくて、どっちかというともっと社会的な実体験ですよね。でそこに関わろうとするんですけど、ここじゃなくて、そこには例えば漫画とかアニメを、そこまで受け入れてない人たちが多いから、うん、受け入れてくれてる人たちの中だけにみんなで一生懸命行こう行こうとしてるのが多いんで、うんうん、あれがやっぱインターネットが普及して学生がみんなそこを見始めてからの、うん、結構辛いところですね。なるほど、やっぱそこは辛いですか。辛いですね。僕この春から京都精華の准教授で、はい、今も教えてますけど、そこで教えてたら学生たちが例えばソフトで普段使ってるのは、うん、クリップスタジオかな、うん、漫画のソフトなんですよ、はいはいはい、でも彼らは漫画家になるんじゃなくて、例えばゲームの会社に行きたいとか、うんうん、そういう要するにどこかの下請けになりたいっていう子たちが非常に多いんですけど、下請けになるってことはある程度汎用性のあるものを使わなきゃいけないんで、フォトショップじゃあ使ったらと思うけど、いやクリップスタジオが書きやすいし、漫画家の人がこれが書きやすいって言ってるからこれを書くっていうのでやってて、どっち行きたいのみたいなことはよくあるんですよね、うん、でこれはだからこう自分はプロになれないって筆を折らないとフォトショップに行ってはいけないっていうような、なんか働いたら負けみたいな働いたら負けそうそうっていうプロのニートみたいなですね、うんうん、そこから学生がこう何やろ、こう関わり始めてるのが、うん、すごいところから一歩踏み込んでしまってて、この一歩をどうやったらこう足払いかませるのかっていうのが、うん、結構いつもこう気になるところですね。まあ、多分、うん、今の話聞いて思う前からなんとなくそうかなと思ってたのあるんですけど、それ多分ねアニメーターでも同じような状況があるじゃないですか。そうでしょうね。要は、自分の好きな絵を描いてると楽しい、うん、あそうですね、だから今、以前僕もちょこっと他の人から他の別のベテランアニメーターから聞いたことがあってね、結局今の若いアニメーターは、うん、例えばこの作品が好きだ、うん、このキャラクターが好きだ、うん、だからその絵を描きたい、うんうんうん、その絵を自分、うんうん、このキャラクターを自分が動かしたいっていうことなんですね、だから多分その同じだと思うんですよ。そうですよね。仕事が書いてることは同じで、だからその自分がアニメーションを作って、うん、なんかこの固く言えば世に問いたいみたいなことではなくって、そうですよね。なんか、うん、なんか例えば何でしょう、銀魂すぎたら銀魂のキャラ描きたいとか、なんかそういうのやりたい、うん、面白いな。だからサザエさん好きだからサザエさん描きたいはあんまり俺言わないですけどね。そうですね、うん、そういうなんかこうあって、で逆にその自分が例えば仲間と、うん、あとはなんていうかな、そう例えばこの原作が好きだからとかって言って、うん、そこに力を入れてこれを自分なりに表現したいんだっていうのは、うん、もちろんゼロではないんだけど、うん、今のその若い世代、今アニメーターの勉強したりとかアニメーターになったばっかりの子っていうのは割とそっちが多いっていう。そうですね、うん、今教えてるよりも以前からやっぱりあちこちで教える時とか、うん、あと若い子となんか関わる時によく言うんですけど、例えばなんか漫画とか、うん、全然なんかこう何々系の絵を描くのもいいし、うん、アニメーション作るのもいいんですけど、ただ僕に説明する時、それの価値を見せる時には、うん、絵を見せるんじゃなくて、うん、この絵が社会的にどういう価値があるのかっていうことを言葉で説明してて大体言うんですよね。だからやっぱ僕も企画書大体書かせるんで、作品作るときには企画書書くまでは絵描かさないみたいな、こういうスタイルの絵が描きたいんだったらもう全然もうその世界もよく知ってるし、どこが価値がある、どういうのが可愛いとかも全部分かってるんやろうから構わんと。ただそれをその価値は君が担保しなきゃいけないから、どういう価値かっていうことをちゃんと、例えば僕ら の上の世代の人、僕の親なんかもそうですけど、漫画とか全然読まないじゃないですか、うん、すると未だにやっぱ漫画も見ない、アニメも見ない、だから今もう漫画やアニメが溢れてるからそれは知ってるでしょって言っても、いやでも興味ないしっていうふうになるんで、じゃあ彼らに対して漫画で面白いものがあった時に世界パチッと切ってしまうのかって、そういうわけじゃなくて、ここの中でどういう価値があったからこの漫画は僕面白かったってやっぱ説明するじゃないですか、時代ちゃんと分かれてて、でも付き合おうと思ったら。だから学生にはやっぱそういう話ですよね、
自分たちの好きなものがあるのは分かったし、それはやっぱ価値があると思うし、すごいやっぱのめり込んでんねんから、じゃあそれをちゃんと価値があるもの外にちゃんとプレゼンしてくれたら、君の親もしかしたらあの全然食えないかもしれない、絵は下手かもしれないけど、ただこう自分が好きなものっていうのを外に対して説明する、うん、あの力があったら、その言葉ですよね、言葉にする力っていうのはちゃんとお金になるから、うん、だから作ってもいいよみたいな、うん、そういう角度からだいたい関わってますね、うん、でもう一つはやっぱ漫画、今漫画のところにいてアニメーション、僕はあの普段ゲームのアニメーションを作ることが最近多いんですけど、そしたら漫画を見て漫画を描かせるとどうしてもやっぱり模倣で終わってしまうんですよね、うんうんうん、誰々さんの絵にどこまで似せたっていうのが彼らの最高峰じゃないですか、うんうんうん、でもこれをあのアニメ化させると、うん、今まではこう髪の毛がこうくるんとなってたのが、くるんとなってるんじゃない、心がなんか柔らかかったわけですよね、うんうん、でもこのまま描くと、あのこう置いてしまって3秒でもやると尖ってるものがここにあるだけやから途端に気になるから、うん、これは君はな、この絵ではどう、何が良かったのって言っていちいち再構成させるっていう、まあ頭使わせる話ですけど、まあ当たり前の話なんですけどね、芸術の中では。それをやっぱり漫画の方に一回行ってしまっても、そこをスタート地点としてこれ全部捨てろとか、うん、漫画絵描いたいかんとかではなくてやるっていうのはやりますね。これはもう普通に思考停止してるところの人誰にでもやるから、もうメーカーの人にはメーカーの人に対して、うん、いや僕はあの会社人じゃないんでサラリーマンルールで全部話されてわからないから、僕外の人なんでそのルールとか価値とか話してくださいみたいなのが大体多いんで、うん、まあまあ面倒くさい人になるんですけど、うん、面倒くさいわけですね。まあだって考えたことないことさせるので、うん、大阪でもほら例えば異業種交流会とかね、はいはい、よくありますよね。で、個人の人は誰々さんが、うん、社会で何をやってるっていうような名刺になるんですけど、会社にいる人、例えば銀行員とか だったら何々部署の営業部、うん、誰々って名刺くれるんですよ。あ、どうもって。で隣にいる人も同業種、同じところの人で名前以外全部同じ名刺くれるんですよね、うん、で僕的にはこれ渡された時点でアイデンティティが飛んでるんですよ、うん、この2人とも、この名前が違うけど同じ ID のキャラクターになってしまって、うんうん、1人目はここに、あ、銀行の人が来たと思った、うんうん、2人が銀行の人と銀行の人、ダッシュの人が来て、ダッシュで、これ僕個人がその人の背景としてこれ持ってるっていう人は分かったけど、この人も同じ背景やったらもうこれ自己紹介でこの名刺が通用しなくなったんですけどどうしましょうみたいな話だとすごいやっぱ困ったことされるんですけど、会社とかお金で付き合ってない時にもお金の方で関わったりとか、やっぱり自分の付き合い方に慣れてるところからやっぱ付き合いたいっていうのは、学生だけじゃなくてみんなそれはあるなと思って、だからカオスになってでもみんな付き合いたいところだけで、インターネットなんかでも、ここで先にピクシブなんかでもそうですけど、コロナ禍の価値での話に慣れてしまって、その外に行くっていうのがものすごいやっぱみんなストレスを感じるんだろうなって、まあそれでも新しいのやりたかったりとか、まあ自分の知らないとこ行こうと思ったらそれせざるを得ないですよね。だからまあ、そういうのにいろいろ関わる感じではあるんですけどね、うん、なるほどね、うん、そうか、そういうのは僕あんまり考えたことなかったですね、うんうん、っていうのはやっぱりそのやっぱ我々ちょっと違うのは、はい、やっぱ僕とかが関わってたっていうのはもう純然たる商業アニメじゃないですか。そうですよね、まあ、言ったら商品作ってるわけですよね、うん、もちろんアニメだから、あ、まあ芸術アートの側面はもちろんあるんだけど、うんうんうん、クリエイティブな側面あるけど、まあ、言うたら見られてなんぼ打ってなんぼみたいな。そうですよね、うん、要は成功したか失敗したかっていうのは、うん、ファンの評判よりも、まあ、DVD ブルーレイがどんだけ売れたか、うん、印税がどんだけ入りましたかっていうところが、ね、すごくただ大事な話ですね、うんうん、まあ、もちろん金がなかったら作品作れないんであれなんですけど、そのまあなんていうかな、うん、おっしゃったみたいな、その今の学生さんとか若い人が、うん、ピクシブとかそういう形の、まあ、なんていうの、ある種自己満足、そうですね、まあ、同人の枠の中で、うんうん、やっぱ武田さんのおっしゃってるのって結局外の人、お金の話って、うんうん、自分よう分からへんけどこれ金になるんやろうから、うん、関わるわっていう、うん、社会の側からの関わり、うん、まあ、
あの一種の信用がちゃんとそれがある世界やと思うんですよ、うん、いろんなのがまあ、うん、ありますけど、でそこまで出ないと何々屋さんにならないじゃないですか、うん、なんかもう枠の中の下の下のただの下請けのどうも歯車があって鉄郎みたいな状況になってしまう、うん、昔のね歯車みたいなね、だからそうですよね。でも僕はやっぱアニメーションに関わりだしたのってやっぱ学生の向こうに行ってからで、なんか92年に向こうに行って95年ぐらいからアニメーション、ああもうアニメーターだねっていう風な意識になっていって、うん、って後の話で、それ以前っていうとやっぱり日本にいた頃、まあ、関西にいたら普通に新しいのが出たって言って友達と一緒にトップを狙い見たりとかもしてたわけなんで、見る側にいたんですよ、うんうん、で田田さんはやっぱ昔ですよね、やっぱりもう大阪的には多分僕的にはもう最初の頃から の、 作り手側から見てて、で今も見ていて、どうですかね、そういう、まあ、カテゴリーで、まあ、中にいてってお金の世界でっていうのもあるとは思うんですけど、もう、まあ、自身がまあ10代の頃、今の10代、今のやっぱアニメーションとか関わってる漫画とかで、漫画でもそうですけど、子たちって一緒ですか、外に対して見方とか距離とか。どうなんですかね、うん、いや先ほど言ったみたいにね、今はもうインターネットとかいろんなもので、うん、そのちょっとしたものを全部外へ出せるじゃないですか。そうですね、情報もなんか異常に多いですし ね、うんうん、すよね。だから例えばまあちょっと昔話になりますけど、うん、最初のその大根だなんだとか大根スリーだフォーだってアニメ作った時は、うん、僕個人でいけばアニメなんてまず作り方も知りませんでしたから、まあ、そうですよね、うん、だからその、まあ、セルなんてものの存在も知らなかったし、うん、まあ少なくとも絵が連続して動いてて、うん、っていうぐらいは知ってますけど、そのなんていうかアニメーターという職種に関しても何に関してもほとんどゼロではないけども詳しくは知らない状態でしかなかった、ね、だからそれであるし、何よりもそのなぜアニメを作ったかっていうのは、うん、イベントやるためのいわゆるオープニングですから。そうですね、うん、だから要はイベントやる時の最初にボンとみんなに見せて、そのなんていう の、 ある種最初にパンチかますみたいなところで最初オープニングになんか映像欲しいよねと、で映像が欲しい、じゃあ何だ、じゃあ実写なのか、うん、アニメなのかっていうことになった時にいろいろあって、まあ、アニメを作ろうと。でその中で、まあ、当時その大阪芸大に行ってた、まあ、赤井山が安野という3人と知り合って紹介してもらって、知り合って、まあ、この辺の詳しくは青い炎ご参照ください、はい、まあいいところがあってね、うん、でそのあれっておおむねあのままというふうに思ってて、ね、あのまま、あのままやっぱり青い炎の中で京都、もう今なくなった京都に当時あった SF 喫茶ソラリスで、初めて安野山が会って、僕も当然そこにいたわけで、あの漫画の通りそこにいたわけですけど ね、うん、ちなみにあの時あんな変な格好してませんでしたよ、あの時してたのはハイウェイパトロールチップスの格好でしたけどまあそれは置いといて、安野が最初にパワードスーツの走ってるところを描いたのを見た時には、いやびっくりしましたよ、うん、すげえ目の前に天才がいると思いました。いや僕だから天才なんてことはそうそう容易に使わないじゃないですか、うん、でも僕あの時は人生で初めて本当に今目の前に天才がいるよと思った、うん、すごかったんですよ、うん、でそれがびっくりしたというのと、もう一つはしゃくりが出てて息止めてぶっ倒れた山川というのを見たときに、本当に自分で息止めて気を失えるやつがいるんだもう本当のバカがいるんだと思いますよねあれはあのまんまです。そうなんですね、まんまです。まあまあそれはともかくとして、でそのアニメを作って、だから最初からアニメが作りたくて作ったっていう野望があったわけじゃないですよ、はい、イベントの一つのなんていうかな、目玉として作ろう、うんうん、実際の目玉は本番はイベントですから、そうですよね、うん、ね、でもその中で作った、うん、それが自分たちの想像を超えて受けたっていうところ、うんうんうん、受けるとは思ってたわけだけど、うん、それが超えて受けた、でじゃあどうするかってことね、うん、でその後でそれをキャラクター商品にしてみたりとか、うん、まあ、いわゆる今だと普通にアニメ商売であるものが、うん、そのまま当時、まあ、その大根すりが終わった後にゼネラルプロダクツという、まあ、SF ショップというのを作って、でやったと。でいう形でいくと、僕らが少なくとも僕個人ではアニメーションとの関わりとか、うん、
そういういわゆるオタクビジネス、まあ、当時まだオタクってことはなかったけど、オタクビジネスに対する関わりっていうのは全部最初からビジネスで入ってるんですよ、うんうん、まあ、あの大根のアニメはビジネスで入ったわけじゃないんだけど、そのいわゆる一つの手段として入って、うん、でそれがビジネスになっていったっていうのがありますよね。だからその僕はそのいろんなアニメを作っていって、メーカーのことだからあれですよ、当時その大根アニメとか作った時はやっぱり自制作で作りますから、あの先ほど言った芸大の3人組はもともとそういう方向を目指してやってる人間ですから、そこに対してはもう明確な目的があるわけですよ、うん、でもそれ以外のアマチュア的に関わってる子たちはやっぱり売ったりとか、うん、大根のアニメ売ったりとか商品化したりということに対してやっぱり難を示すこるわけですよ、はいはいはい、そんな私たちの青春の思い出に何をするみたいな書いてましたね、うん、やっぱ多いわけですよ。僕の気持ちは、まあ、その時はまあでもねみたいなこと言ってましたけど、うん、裏の本音では、うん、うるさいこの野郎と思ってました、うんうん、金になるんだからするに決まってんだろうって、うん、なぜかというとその金 使って次やりたいっていうのがあったわけですよ。だからだからそういう部分っていうのが、うん、あったので、その現在に至って、うん、アニメーションっていうのがやっぱりスポンサーがいて、うんうん、出資者がいて制作委員会ができるなりなんなりして、うんうんうん、でそれをどう売るのか、権利はどうせやってるのか、うん、っていうことを含めてってことですよね。だから最初、うん、昔はそのアニメスタジオに権利が発生するしないとかっていう話はほとんどなかったわけですよね、はいはいはい、うん、だから僕らが割とまだ若かった頃に、うん、いや権利がある権利があるって話をしたら、うん、本当にちょっと当たったから図に乗りやがってっていうようなことをやっぱり言われましたからね、うんうん、だからそういう部分っていうのはやっぱあったわけですよ、うん、でもそこがなかったらアニメって作ってても何ていうの、自己満足できるうちはいいですよ、うん、でも自己満足できるうちはいいけどその先がないんですよ。まあそれはそうですね、うんうん、だからまあよく言ってる話なんですけど、うん、今その例えばアニメーターが発給であると、うん、ブラック企業であると、うんうん、企業ですらないけど、うん、そのすごいその年間100万にも満たないような年収しか取れないっていう、うん、まあ、これは一側面でしかないんですけど、うん、でもこの20年間アニメの制作、テレビアニメの制作予算っていうのはそんな上がってないんですよ、ほとんど、うん、まあ、若干は上がったけど、うん、まあどれぐらいかな、まあ大体1000、まあ昔だと1000万ちょっとぐらい、うん、でそれがまあ1200〜1300万ぐらいにはなってるけど、うん、でも今でもこの時代であってもテレビアニメ1話作るのに1200〜1300万から、うん、せいぜい頑張って出ては今回予算すげえ予算じゃん言うとも1800万あるかないです、うんうん、1800万出てるテレビアニメ予算だってほとんどないです、うん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 、だ当然ながらそんなのいろんなところが関わってるね、うんうん、テレビアニメ1個作るのも短編1個作るのも基本的にはもう同じようなシステムですから、まあはい、もうそこにすごい膨大な人手とお金がかかるわけですよ、当然だからそうなってくると動画1枚230円とか200円とか頑張って出ても250円とかいうような予算しか組めないんですよ、ね、うん、まあそれはそうですよね、うん、だからじゃあ音響声優さんが今人気だから声優のお金ガバッと取ってんじゃねえのとかってよく知らずに言ってる人いるんですけど、うん、音響予算は声優さんも含めると、うん、いつももう定価がほぼ決まってるんですよね、うん、で声優さんのギャラって実は意外なことにみんなアニメーターが1枚なんぼで書いてるかとか、うんうん、その原画がカットね、うん、なんぼだとかっていうのはよくデータ出てるし知ってるんですけど、みんなじゃあ声優のギャラって知ってんのかお前、うん、ね、人気声優とか配役の声優とか例えばそうですね、山寺宏一さん使ったらどれぐらいかかるかとかって知ってんかお前って言うと知らない人ほとんどなんですよ、うんうん、つまり全体としてどこにお金がかかってるのか、うん、CG 作ると CG にいくらかかるのか、背景ビジネス背景あるけどビジネス背景で一体何僕は知ってんの、うんうん、とか言うとみんなそこ知らずんですよ、うん、単に前に出てるのはアニメーターの作画が1枚なんぼだとか、うんうん、カットなんぼでしかやってないんですよっていうことしか知らないですよ、脚本代だって知らない、うんうん、その全体を知らずに一部だけを見てアニメの予算がどうのとか、うん、うんぬんって言われるのは、うん、僕はすごい心外なんですよ、うんうん、でっていうのも含めて行った時にじゃあそれ全体行った時にその総予算として、うん、だいたいワンクール、まあ、以前だったら13本、今だいたい12本が多いですけど、うん、その12本作るのにまあぶっちゃけ1500万からまあ1800万だから、そこにスポンサー代だなんだかんだ入れると、まあ、大体2億弱ぐらい、ね、うんまあ、かかるわけなんですよ、うん、でそのたった3ヶ月で2億使うわけですよ、うん、まあまあその後の宣伝もありますけどね、でもその3ヶ月の先の時に2億かけて、まあ、1億8000万から2億かけてでこれを回収しなきゃいけない、うんうん、どうやって回収するんだっていうのも一つで、もう一つは
やっぱりアニメの予算増やしたい、うん、でも例えばテレビの1本に2000万、本当は2000万ぐらい欲しいわけですよ、うん、よく言えば3000万ぐらい欲しいわけですよ。でもその2000にも満たないお金でそのやったときに一体どうやってそれ回収するのかということですね。でその、まあ、ちょっと話がすみませんずれていったような気はするんですけど、あの今テレビアニメも本作先多いって言いますよね、テレビアニメであの今売れてる本数って、まあ、多分おそらく年間毎年毎年でいくと、大体平均するとおそらく6000枚前後なんですよ、あの DVD とかブルーレイ1枚あたり、だいたい今はブルーレイですけどね、でだいたい6000枚前後、で6000枚っていうのはちょっと前の認識でいくとですね、はい、この5年10年前の認識でいくとですね、もうダメダメです、あのやっぱり1万本は超えてもらわなきゃ困る、ところが今は年間でいくとおそらく、15% から 10% がようやく1万本を超えてるんですよ。つまり100タイトルでやったらそのうちの15タイトルぐらい、10タイトルから15タイトルが1万本超えて、でその10から15タイトルのうち、大体5タイトルぐらい5、6タイトルぐらいが2万本から3万本いってるんですよ。だから5万本10万本いくやつなんてめったにないですね、ここ最近でテレビアニメで1巻目で10万本超えてたらおそ松さんぐらいです。あー、あーなるほどね、あの昔のアニメって何回もテレビでやってたじゃないですか、で今のアニメって僕あんまそのイメージがなくてですね、だからあの寿命ものすごくまた短い、短いですですよね、すごい短いです。なぜかというとね、テレビアニメの使い方が変わってるわけですよ、昔はテレビアニメって、まあ、テレビアニメだけじゃないですよ、例えばウルトラマンであれ、何であれそういうことなんですけど、要はあれ30分かけた CM なわけですよ、そうですね、要するに鉄腕アトムを見てもらって、その時に鉄腕アトムのふりかけとかお茶碗とか運動靴を買ってもらいたい、もしくはそれ以外に買ってもらいたい、あるわけですね、だからそういうのを商品を宣伝するために見てもらう、要するに紙芝居の中身と同じですよ、紙芝居見せて何するんか言ったらその後でみんなこのあのアメちゃん買うてねと、ソースせんべい買ってねっていうことです。そうですよね、紙芝居のおっちゃんはそのソースせんべいとかをこの1枚この10円とか15円で売って、それで成り立ってるわけですから。そうですね、日本だから、ビジネス的には日本ってこう特撮とアニメって全く一緒じゃないですか、こう実は CM が本編 で、はいはい、でこれの背景のストーリーをみんなが思い描くためにみんなが本編と思ってるものをずっと見てるみたいな、でただそのシステムが外国に持っていくとアウトですよね、アメリカとかでもイギリスとかでも、やっぱ僕のいたイギリスとかでもそうですけど、プロパガンダになるからその売り方しちゃダメとかでやっぱり物売れないじゃないですか、まあそうですね、でも実際問題としては、昔は過去は、例えばそれこそ奥様もアンジーをやってるような時代ですね、もうずいぶん昔だけどは、結局そういうことです、要するにアメリカでもそうじゃないですか、奥様マジをやってた時代はとかいろんなメロドラマみたいなやつの時、あれはソープオペラと言われたわけです、ね、つまり奥様方が石鹸を買わせるために、そのドラマ見せて、でドラマ見てわーっと言って、そのドラマとドラマの合間のシーンで、この石鹸はよく落ちますっていうのを宣伝するわけです、そうですよね、でみんなあなんか分からへんけどこの、ドラマ良かったわあそういや店にいたら言うてたなって言って、あの石鹸があるみたいな、石鹸買うわけですよ、だからその本当に洗剤という日常使うものを山ほど種類ある中でいかに目立たせるかというのは、そのドラマの人気ドラマの中で見せていくっていうなんで、本当にテレビ作品というのは本来全部 CM なんですよね、で特にアニメーションも子ども向けに対するそういう本やそうですね、それがずっと続いてきたけど、やっぱりビデオデッキというものが出て、ようやくビデオというもので作品自体売れるという時代が来た瞬間、つまり80年代、まあ、70年代後半から80年代前半です、主に売られてきたのは80年代からですけど、その時からアニメというものとかに対する価値が変わってきたんです、そうですね、だからアニメそれがどんどん変わって、まあ大体もそうですね、一番バーッとやっぱ始め出したのはやっぱり90年前後ぐらいですよね、まあ、その通りで、エヴァンゲリオンが一番売れたわけですけど、そういう部分でバーッとなってきたときにアニメに対する見方が変わったんです、つまり作った商品をそのまま売る、つまり映画的になったんですよ、そうですね、劇場映画ってそうじゃないですか、映画っていうのは映画を見せてコマーシャル見せるんじゃなくて、映画を見るために皆さんお金を払ってくるわけですよね、それと同じようになっていったっていうのがあるんですね、元々のあれですね、東映長編の頃からのアチカーですよね、そうです、
だからすごいテレビがアニメっぽくなってきたっていうことでのビジネスが変わる。だからそこが転換してるんですね、うん、すごい変わったところなんですよ。でそれで売れたもんだから、うん、まあ、一番最初に言ったみたいに現状に至って、うん、このカオス状態にこの30年ぐらいかけてザ、うん、ーッとアニメは上ってきたわけですよ、うん、まあ上ったって言っていいのか、まあでも業界としては広がったから、まあ、ある種いろんなチャンスが生まれたと思うし、まあ、多様性がそう、ね、出ますから、うん、産業が広がると、そうですね、そういう多様性があっていろんなことにチャレンジする人間がこの30年間出てきたんで、うん、例えば、まあようやく今日の本題に入っていきますが、前長い前置きやな、あの君の名はという形で新海誠監督がドンと入れましたと、はい、でもう200億円超えて成功しましたっていうのは、この状態があるから新海誠さんは世に出れたわけです。そうですね、うん、そうでなかったら新海さんの一番最初の、うん、あの何だっけタイトル、星の声、あ星の声、うんうん、星の声って、いやこれ悪口でも何でもないんですよ、僕はほんまにもう本当にそう思ったし、当時あの実を言うと星の声が出てすぐの後に新海さんといっぺん会ったことがあって話もしたんですけど、はい、僕はその通り言ったんですけど、アニメーションとしてそんなにうまくないけど面白いよねって言ったんですよ、うん、要は新海さんって実は絵下手じゃないですか、まあそうですね、アニメーションが描けるけど、だから最初の星の声ってぶっちゃけ今見てみると下手なんですよ、うん、絵が、うん、で作画もそんなにうまくわけじゃないんですよ、なんやろそのすごいローポリなキャラクターがね、でもなんか味があるじゃないですか、そうですね、うん、だからその味の部分とか感動ポイントがあって、うん、でまあ新海誠監督のそこから以降ずっとやってるその男女のすれ違いとかいう部分っていうのはちゃんと丁寧に描かれてて、うんうん、でやってるでしょ。でもあれができたのもこの今のアニメ業界っていうのが、うん、ある種もう右あたりでダーッときたもうカオスな状態の中で、うん、新海さんがその自分で作ってコツコツ作ってたのにできないからって言って別のところにお願いしたら、それを見てあの可能性を感じてお金出してくれたわけですよね。そのわずか数百万ではあるけど出してくれた。でもそのなんていうかな、そういう時代でなかったら普通あれに金出さないですよ。まあそうですね、お前この中途半端にできる自主制作になんでそんな金出さなあかんねんって話になるわけですよ。でもアニメというものに対する価値観、うん、期待感っていうのがあった時代、まあ今でもあるんだけど、うん、あった時代であるからこそ可能性があるねって思ったから出せたわけですよね、うんうん、でまたそれに理解ある人たちがいたから、そうですね、うん、だからそれがバーッとあって新海さんの今も何しろある種の超ドピークな、うん、まあ、この後どうすんだろうなと思うんだけど、うん、まあそうですよね、彼はこれからもずっと多分こう10代のすれ違いの作品を作っていくような気がするんですけど、うん、多分もうありとあらゆるすれ違いパターン、すれ違いですよね。君の名はもう映画館ずっと最後まで見て、大体みんなこう感動したとか泣いたとかってそういうシンパシーのある作品って見終わった後にその後未来をイメージするんですけど、全然イメージできないんですよね。 あ、 なるほどね。あの作品だからあの中だけである意味なんか綺麗にこうフェードインしてフェードアウトするから、それはあるかもしれない。10代だけの作品になってて、あ面白いなと。そこは本当なんかジュブナイルのラノベ の、 あの理想みたいな、うんうん、そうですよね。だから何やったっけな、軽音だ、はい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 、軽音っていうのがあって、であれ女の子たちが、バンドやってる ね、 そうですよね、女子高生の話じゃないですか。あの軽音を意外と女子高生が見てたらしいんですよ。で女子高生人気が強くって、うん、で、まあ、ネットで見た知り合い の、 その親子の話なんですけど、そのお父さんがね、軽音好きなのって言って、うん、いや好きだよってみんなで見てる、クラス中の女の子たちが見てる、うん、なんで見てんの、アニメそんなに好きじゃなかったよなって言ったら、うんうん、で言ったら、いやあれ面白いからって、何本当の女子高生もあなんって聞いたらしいんです、うん、ああいう風にしてんのって言ったら、うん、なわけないだろうと、うん、あれは女子高生ファンタジーなのって、うん、女子高生にとってあんな女子高生のそのなんていうの生活っていうのは、リアルな女子高生にとってもあれはファンタジーだと、うん、実際の女子高生はあんなもんじゃないと、まあそりゃそうですよね、うん、そりゃそうだと思いますよ、うんうんうん、だからあれはファンタジーなんだと、うん、でも当たり前ですよ。つまりおっさんが映画戦争映画見に行ってね、うんうんうん、戦争映画見に行って、で、あやっぱタイガー違うよなとか本物使ってると違う、重さが違うねとかね、もうなんかこう衣装とか設定もね、うんうん、あ分かってらっしゃるみたいなね、もの見てうんうんとか思うようなね、うん、その思い入れと同じで、うん、でもそれはそのリアルな戦車を使ってても見てる側にしてみたら別にその時代知らないから、うん、ある種自分が想定している
そのタイガー戦車のかっこよさだったりするわけですよ。だからそれと同じようにその女子高生の方から見たらある種のファンタジーとして、うんうん、あこういう世界もあるかもね、いや本当はないのは知ってんだけどっていうところで楽しんでるんですよ、うん、なるほどな、うん、っていうのがあったんですよ。でね、そのまあ、そこにいる赤井君がこの前フェイスブックでちらっと書いてたんだけど、うん、そのあるプロデューサーがね映画館に君の名を見に行ったと、はい、やっぱり女子高生が前に並んでね、うん、楽しみにしてるんだと。すると当然映画館で並んで見てると他の予告編やってるから、はいはいはい、予告編見て、ね、その頃が言うと、うん、アニメとかあんま見ないよねとか、うんうん、って言ってたと。でもその頃並んでるのは君の名はで並んでるわけですよ、うんうん、でえっと思って聞いたらしいんです、うんうん、そうしたらその女子高生たちには君の名はをアニメとして認識してないんですよ。うん、泣きに来てるんですかね。いや僕は思うのはやっぱり、うん、なんて言うんだろう、そのお話が面白そうだっていう、だから泣くか泣けんか結果論だと思う。まあまあそりゃそうですけどね、うん、泣きに行ってるのはどっちかというとこの世界の片隅でしょ。あこの世界の片隅に行ってる人じゃとにかくさあ泣くぞって言って言ってるじゃないか俺らも泣いたるで、もうどのタイミングで号泣したろかみたいな感じじゃないですかまあね、まあ、周り見渡してお年寄りも見てるなあのじじいばば泣くかなみたいな感じじゃないですか。うん、まあ、それは僕この前見に行ったらやっぱりちゃんとおばちゃん泣いてましたから、うんうん、まあまあ泣いてますね、うん、皆さんね、泣くな、うん、やっぱここ泣くとこだよねとか思うわけでしょ、うん、まあ、この前も聞かれて話したんですけど、僕はこの世界の片隅にはあれホラーやと思ってますからね、うん、まあそうちょっと後でまた言いますけど、はい、ただ君の名はに話を戻すと、うん、そういうね、うん、一種 の, そのファンタジー的な部分じゃないですか。それともう一つ僕あれアニメとしてそこにアピールしたっていうのは、うん、実写で役者のリアルな役者使ってないじゃないですか、うん、つまり、なんでいつも見てる顔じゃないんですよ、うん、君の名はという作品にしか出てこないキャラクターファンタジーなわけですね。そうよりファンタジーになる、うん、いやおっしゃった通りあれ見た後なんかいつまでも心に残ってっていう意味でいくと、うん、残らないです。残らないですね、うん、なんていうかな、なんか美味しいもの食べに行ったみたいな程度。そうそうまさにそう、ね、うん、なんか女の子の何ですかね、お茶会のようなもの、なんかその空気ふわーっと始まってふわーっと終わるみたいな、うん、だからそれを遊園ディズニーランドみたいなもんかもしれません、うん、そんなイメージ。ディズニーランドよりも残らない気がしますよ。あ、うん、あそうですね、ディズニーランドから帰ってきたらこんなんついてますもんね、みんなね。そうそうね、うん、まあ、ええかげんハウスや電車なんだと思いますよね。でもでもじゃあ君の名は面白くないんかというと十分面白いわけじゃないですか、うんうん、まあ、はっきり言って見てる間は結構感動できるんですよね、うんうん、ああこう来たか。確かにネットとかでも書いたみたいに、そのうるさ型の SF ファンとかは、うん、彗星の軌道がおかしいとか、ね、あ言うてましたね。言ってたけど、もうどうでもええやん別に、うんうん、彗星がここ来たらなんかお前都合悪いんかと、ライティングがどうのとかね。そうそうそう、もう別にええやん。いや僕も思いましたよ、うん、ね、あんなむちゃくちゃ向こう走ってる彗星が、うんうん、走ってるっていうか飛んでる彗星が、ね、パカッと割れたとしても、うん、普通それどこに落ちるか分かるやろ今の文明ではとか思いましたよそれがどこに落ちるか分かりませんって、街に落ちましたっていうのは、うん、むちゃくちゃやなと思いますよ、うん、だいたいおまけにあの町1000年前に落ちたんやったら、うん、その研究ぐらいされてるやろうというのは、まあ言うたらどうでもいい話、うん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 、だからそういう意味でいくと、まあ、ファンタジーで言葉でくくると乱暴すぎるんですけど、うん、でもやっぱりそういうもんだと思うんですよ、うんうん、それは結局その恋愛ものであってもね、うん、例えばこの、ね、世界の何とか中心で愛を叫ぶとか、はい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 、あれだってそうじゃないですか。そうですね、ね、体悪かったらそんな田舎海外行くなよとか思うじゃないですか。でそこで倒れて誰か助けてくださいってバカかお前とか迷惑ばっかりかけて携帯電話でもかけろよとか思うじゃないですか、うん、なら同じことだと思うんですよ、うん、そういうでもそこに感動のラインってあると思うんですよ、うんうんうん、だから何やろ、知ってるけど知らない世界を見に行く。そうですね、君の名はだから新海さん、まあ女の子の心が分かんのかって言ったら、うん、そういうわけでは多分全然ないと思うけど、うんうん、ただ彼の作る雰囲気が、うん、刺さるっていうか女の子にとって受け入れやすい、うんうん、そこでこうダイブ時々ダイブしたくなるっていうものは間違いないと思うんですよね、うんうん、で男の子はっていうのが、で女の子しか見に行かないのかって、そういうわけでもないじゃないですか、うん、いや十分男性見に行ってますからね、男も見に行ってますよね。別に女の子がおるから行くみたいな、そんな合コンみたいなわけでもないし、うんうん、あれは分かんないですけどね、僕ね、僕もうちょっと若かったらね、君の名は見に行った時に出てくる妄想は、ああ俺も入れ替わんねえかなっていう
女の子と女の子と女の子とできれば可愛い子でよろしくお願いします。入れ替わり物は昔からでもありますからね。まあもうねあれはもう定番の定番ですよね。そういう意味でいくと君の名はって、うん、あの今過去にあった作品のあれだったらニコイチじゃないですか、うん、もうニコイチとか参考にしようかでしょ尾、うん、道で作ればいいのにみたいなね。そんな感じ、そんな感じ。尾道人生が落ちてるみたいな話ですよ。そうそうそう、うん、でも本当にねもうあれはもうとにかく男女が入れ替わるとか時間がどうのとかいうのはもう定番ですから、うん、もうごく一部の作家が書いた小説が、うん、まあそうですね、うん、だからそういう部分とかそれとあのすれ違いでしょ、すれ違いはもちろんあの、ね、タイトルの元になってる、ねうん、大昔 の君の名はがまるまるそうですから、うんうん、だからそういう意味ではそうなんですけど、ただ、うんそんなこと言い出すとありとあらゆる作品って現代の作品って大体もう何かをオマージュしてるとか、まあ、リスペクトしてるとか、ねまあ、いろんな言い方あるけど、うんまあ、ぶっちゃけパクってるみたいな話もあるわけじゃないですか、うん、だからそのそういう部分でね、うん、いくとそれすら悪いことではないわけです、うん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 、ただ一つ言えるのは僕は思ってるのは、はい、だからといってあの映画が200億円興行いったっていうのは多分誰もわからない、うんうん、だって200億今の話だけ例えば皆さん見てなくてね君の名は見てなくてこんな話なんですよと聞いたときにその映画が200億円もいくと思いますか、うん、これがね宮崎駿が今度なんかやるらしいよなんか SF が宮崎駿がやるよって言った瞬間におー行くおーそれ面白そうだねってひょっとしたらなんかね、うん、もののけ姫とか超えるんじゃないのみたいなことは想像するかもしれへんけど、うん、普通そうじゃないところで行ったら想像できないです。できないですよね、うん、だからそういう部分っていうのがあるんで多分これはいろんな人がいろんなこと言うけど、うん、なぜ200億円いったかどうかわからないはずなんですよ。あれは僕も想像がつかない。じゃあ、この辺でちょっと休憩を。ああはいはい、はいはい、もう1時間かった、うん、あそうですね、じゃあ、この200億円の続きは200億円の続きお届けするとしてじゃあ10分間あ5分間の休憩をいただきます、はい、了解です、56分ぐらいお手洗いぐらい、はい、で5分休憩いただきます。まあ謎ですね。僕は友達についてゼネプロも遊びに行きました。ああ素晴らしい、ありがとうございます。那覇のクッションチーチクッションです。買って5分ぶら下がってました。